家臭いですか？臭くないです。大丈夫です。あの、ワンコの匂いがするのがすごい、やっぱり。動物飼ってる人の家って感じ。私も犬いるから、やっぱり動物臭はやっぱするから。だから、うちと近いものはあるかもしれない。やっぱ犬独特の獣臭的なやつは、うちはあのダックスなんだけど。どんな匂いって言うと、その匂いかな。引き出しからシアリス探して。シアリスって何？トイレ中継してくれよ。なんでトイレ中継しなあかんの？それが様の匂い。あ、そうそうそう、そう、あ、ワンコの匂いがね。二階堂あるのか確認してくれ。あの、戻られました。戻られました。あの、よくすればとかよ。そうそうそう、匂いよ。あの、よくチビだろうとかよ。そんなことしか聞かねえだろ。そう。すごいね。すごい、そのコメントめちゃめちゃありました。匂いとか、あと、あ、身長もすごいバレました。アラビキビックありがとうございます。お前らな、じゃあ身長の話だろ。チビなのかデカなのかお前ら見とけよ。お前ら普通だから。どっち、こっち、こっち見るかな。あ、ほら、こっち見るかな。うん、よし。あ、ちょっと待って、はい、もう戻っていいです。はいはいはい、議長今ので、ほらほら、今出してきた。まあ、爪切ってあるから、うん、そんなにはガリガリにはなんない。そう、ガリガリにはならないと思うけど、今ガスガスガスなんでこんなガスなの。あ、カクガクなのはもしかしたら、さっきちょっと設定いろいろ変えてもらってて、私の配信に合わせてちょっと設定変えてもらったから、それでカクガクになってるかもしれない。うん、今直した。バックグラのやつをバックヤードでちょっと動いてるのがあったから、うん、もう一本だけ買ってきておいてあるからな。 ありがとうございます。だから飲まなくていいけど、買い持って帰る。いちゃんは突死してしまったのだろう。認識の時にまさか来てくれると思わなかったの。だからタイトル認識に行って入ってなきゃ俺多分見に行ってないよ。うん、香川さんとゆいがさんもあの香川バーでお会いしてるんですよ。うん、で、ニコ生で言うと、あ、じゃあ家族に行けるのいいだろう。ギルギさん、私わかんないかも。かわいい、綺麗な女いなかった。女の人は結構いてるなって。うん、その中に一人いるはずだよ。女もと一緒に暮らせる女。あ、そうなんだ。うん、未練があるのか。別にないよ。うん、俺はもう自由に生きるんだから。私ね、ユイガさんの枠を1時間ぐらいジャックしたんですよ。あ、で、ちょっと配信できてみましょうって言われて、あ、わかりましたって。あの、一緒にコラボって言うのかな。あー、で、服、多分黒いの着てたやつね。まあ、黒しか着ねえから。あ、そうなんだ。ゆいがさん、また大阪来たら会いたいなと思うんですけどね。ゆいが、うん、なかなか、あんたよ、栄養失調みたいな男だからな。あ、昔はさ、なんか、あの、可愛がってたんだけど、うん、クソ生意気なこと俺に言い出したから、ほんまいらねえ。関西で有名な配信者さん同士だからとか、そんな理由とかじゃなくて。悪いんだけど、香川より俺の方が有名だから。あ、もちろんもちろんもちろん。もう、あ、もう犬が邪魔だからホテル行かないの。意味が分かんないから。天敵なのね。なるほどなるほど。天敵じゃないよ。天敵なの。あ、天敵ではない。うん、俺からは勝負仕掛けてないもん。ほうほうほう。彼は彼の好きなように頑張ってやればいいじゃん。いじめられっから香川は俺のことを、うん、俺のこといじめたってしょうがねえじゃん。あ、なるほど。うん、何でも俺の真似っこばっかしてるから。チャット配信履歴に入れるばか。じゃあここもだってお前らちゃんとやってんじゃねえか。そうだね、俺の店はそこでいいんじゃない。ね、やんなくたって食ってけるもんね、あんな店。香川が佐野に負ける要素は一つもないって言ってますよ。言うから負けてるんだよ。言ったら負けてるんだよ、もうその時点で。人の店の前で動画配信やったりとかよ。もうその時点で弱いだろ。俺だって香川の店なんか映しに行かねえだろ、バカズラ。こいつズラサノで登場しよっか。ズラサノ、どうもズラっちゃいました。サノです。サノです。サノです。すげえ、メガネを俺の声でかけると高い。どうもメガネが良かった。
目を閉じて何も見どうも高